はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。やっとですね、さあやってまいりました。今回ですね、INI さんたちからスペクトラ、こちらのオフィシャルミュージックで見ていきたいと思いますので、収録ボタンをフォイと。前回のね、まあまあ良かったですからね。はい、ということで、今回ですね、ちょっと遅くなってしまいましたけども、最近撮影がちょっと忙しくて、案件たくさんいただいているというところもありまして、大変ありがとうございますというところなんですけどもね、ちょっと、バタバタしていたというところもあるんですけども、しっかりとね、今日は時間取れるというところもありますので、リアクションの方を取っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでですね、最後は著作権の関係ありますので、音はこちらで聞かせていただいて、で、見終わった後に感想をこう言いながら、音をちょっと出しながら見ていきたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。それでは行ってみたいと思います。Let's go to リンゴ、アイスエイジな感じですかね。誰の手？おお、タシュキャン。リンゴ。お、音いいですよね。えい、西くん、ほう、リシティ、ほほ、大崎くん、ふっふっ、フェーマちゃん、お、ウェイクアップ、おー、ジーンくんすごいわ、藤間くん、ひろむちゃん、俺たちの前人未到の、おおおおお、パパ、なおお、おお、来た、リヒティ、うん、ビジュアルのリヒティ、ブラ、おお、おお、西くん注目のタケルちゃん、おお、ヒロム、佐野くんもバイク乗るのね。じゃあブーンやるわけね。走ります。あれ、木村くん今回は出番少なめ。乗ってみたい。パッパパッパ。すごい撮り方や。フェンファンちゃん。うん、うん、おう。おお、すっごー、燃えていく、パッパパッパ、うお、シンプルだけどめちゃくちゃかっこいい。高評価、高評価。前回のママで、まあ、曲見たりとかダンスの雰囲気もある程度こう伝わってきた部分がありますので、今回その作品としてミュージックビデオとして見てっていうところですけども、非常にこうシンプルですね。見やすいなっていう、ただ映像のそのタッチの部分ですかね、画質というか質感みたいなところのこだわりとかもすごくこう見えてくるので、いいな、結構意味合い的には、まあその、なんか新しい
さをっていうことなのか。リンゴはこれ凍ってるということはある程度その時が経ったということですよね。よね。それを持ち上げる。でここ目にスッてこう入ってるってことはこの寒さに耐えることができるタジキュンみたいな。ってことは新しいジェネレーションというか新しいバージョンになってるみたいな、もはやってことだったり。光かっこいい。西君素晴らしかったですね、ママね。結構西君がメインキャラクターみたいな雰囲気で作られてる MV ですね。あー、たけるちゃん美しい。大崎くん、こういうメタリックな背景とかセットが似合いますね。おー、スク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 ではないけど、フェンファンちゃん、おー、ジンくんすごいね。おー、もうリノ先生もガッツポーズじゃないですか。ここはジェーンってなってそう。藤巻くんコラボのね、あの歌も良かったですね。おーおー、ヒロムちゃん、おーパー、リヒティのビジュアルがちょっと輝きが凄まじいんだけど、今回木村くんはちょっと出番少なめ。おお、全然見たおな。ええ、髪が青いからか、すごく一体化するわけね、この雪たちと。アイスエイジ感がすごいわけよ。いや、ここかっこいいです。ああ、いいですね。ああ。西くんがいるだけでもうなんか一緒に踊ってたらもう絶対高まってくる感じありますよね。あ、これこれいいですね。この魚眼広角魚眼レンズ系、みんな肌白いから。そしてここのシーンじゃなかったっけ、確かママの時にこうサイドに分かれてパフォーマンスしてる時のキム兄のアンクルが見えなかったのよ。ここは見えたんだけど、でも逆だったっけな。あれは最初西くん側が踊ってからキム兄だったっけな。結構このアイスっていうんですか、氷の透明度、透明感というかシンプルさとこういうちょっとその室内のこの金属感とかこうマッチしてるので、全体的にこのフィルターの色味も青いですよね、ブルーですよね。だからすごいこうつながりがあるというか、うん、来た、なるほど、こうモールス信号みたいに西くんが地面を踏み鳴らす、その振動がビビビビビビって伝わってリヒティの元に行くというこの二人のつながりですよね。フィリックス君似てる？ちょっとスキズの目？えい、おー、このタジキもここ入ってますね。おーおーおー、リヒティ、おおー、この西くんすごいな。おおおおおお、タケルちゃん、おおおお、ちょっとこう上がるところよね、眉毛がね、右目がね、ヒロムちゃん。ここの時は後ろがちょっと炎が出てる感じなんですね、プロジェクション映像 LED が。前
マイクじゃないや、バイクにまたがってちょっとこう寄りかかってる人たちは大体美形の人が多いという、まあ、個人的な意見というか感想なんですけど。で、髪が赤いからまたあれだわ、あの尾崎くんとコントラストが効くんだ。ここのそうか、この2人はシンメトリーなんだ。おー、いいね、ファンちゃん。おお、リヒティ、ま、リヒティ眉毛綺麗、素晴らしい。いいですね。ちょっと近未来感がありますね。ずっとこう衣装もそうですけども、セットも。ゼジミトロ。うお。あ、おちゃんと目に光入れるんだよな、やっぱ。こういうところとかもそうなんですけど、こう寄りの時かな、ちゃんと目の中に光が当たってるんですよね。うまいですよね、こういうの。ミュージックビデオこういうところですよ。リヒティちょっとかっこいいぜ。お、さあ、この下からのアングルめっちゃいいんですよね。美しい、尾崎くん。このフェンファンちゃんもいい。お、ターボが動いていく。少しずつこの上のライトも光っていく。色味が少しずつオレンジ色に変わってくる。赤くランプも光っていく。最初は青かったですもんね。もうなんかそのフェイクいけますっていう二大トップがいるっていうのは強いですね、やっぱね。ここかっこいい。これはいろんなターボが動き回って、最後にその炎を、あ、炎じゃないや、そのアイスを溶かしてその炎に包まれていくという。本当のここいいですよね、このジン君のこの表情。うーん、タケルちゃん。ダラダッタ。おー、すごいですね、火を背負ってる感じ。おお、本当に火焚いてる？今のヘアスタイル。ああ、なるほど、すごっ。こっちは刈り上げてまくり上げてんのか、ジンくん。すげえな。キムにね、締めでキム兄って感じか。出番ちょっと少なかった。もうちょっとキム兄のあれ見たかったけれど、でも全体的にやっぱりまとまりが綺麗ですね。だし、その色味のここら辺めっちゃ雪降らせて、最後にもうめちゃくちゃ炎にっていう、この2つの世界観を見事にこう転換していくっていう、素晴らしいな、かっこいいな。なるほどね、ここら辺ですよね。だからね、少しずつ色味がどこら辺だ？ここら辺か？ワン、ここだ。西くんのところから色味がパンパンっていう風にこう変わり始めていくっていう。だから西くんがだいぶこうキーマンになってるミュージックビデオなんだなっていうのがまたここで分かってくるというところですかね。はい、という感じでいかがでしたでしょうかというところでございます。またこれはあれかな、ダンスプラクティスも出ているのかな。ダンスもね、ちょっともう一回じっくり見ていきたいなという風に思ってますので、よろしくお願いします。皆さんの感想もよろしければぜひ下の方のコメントなんかいただけたら嬉しいございます。よろしくお願いします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、ついっ。